チョカレフットボールクラブ、敷田隆義です。僕にとっての、サッカーとは、僕から、サッカーを取ってしまったら、何も残りません。人生とともに、死ぬまで、サッカーと一緒に、人生を歩んでいきたいと思います。その中で、僕も、サッカーに対して恩返しをしていきたいと思ってますし、これから、サッカーというのを日本だけじゃなく、世界に、通用するような、日本のサッカーを子どもたちを、育てながら、やっていきたいと思います。本当に僕にとっての、サッカーは、空気です。